レッスルウォーズ2 0 2 3 1号東京大田区総合体育館大会1は日本のプロレスラー大分県大分市出身2015年レッスルマイナス -1 主催のプロレス総合学院1期生として学院に入校し半年間の学院生活を送ったものの卒業認定とはならなかったその後 DDT プロレスリングの入門テストを受け練習生となるが 練習中の怪我などで、ほとんど帯同できず、プロレスリング ACE 設立時に声をかけられ、ACE の練習に、再び参加することを直訴。半年間の練習後、2017年4月2日に3期生の卒業試合と同日に、デビュー戦を行った。デビュー戦でのリングネームは、野村一。デビュー戦は特殊なルールになったものの勝利を得る快挙を成し遂げる。 その後、リングネームを現在の位置に変更し、5月の ACE 新木場大会では、荒井健一郎とのシングルマッチを戦い検討を見せる。元気の良さと思い切りの良さで ACE レッスルマイナス -1 の各大会に出場。2018年8月12日の夏フェスで ACE からレッスルマイナス -1 へ昇格移籍することを発表。 2020年3月15日より会期派に転身。W-1 活動休止により、2020年3月31日をもって所属契約を解消。4月1日よりフリーランスとなる。中学卒業後、自分のやりたいことがやりたいとバイト暮らし。一度就職したが、祖母からプロレス総合学院のニュースを見聞きし退職。中卒だが、 修学旅行も欠席したほど通いておらず、協調性がないコミュサワリを自称する。同じコミュサワリを自称する、学院時代の同期、トン初心とは、仲が良い。一般人よりの背丈と力でありながら、パワーファイターのような技を出す気質がある。ありがとうございます。